ね、すごい有名な豚まんのお店。美味しいね。並ぶ理由がわかるわ。ね、ここが正門です。我々裏から来たけど、正門です。めっちゃいいじゃないですか、こんな神戸の夜景やね、観覧車の真下でバーベキューって。あそこの頂上から見る神戸の夜景は100万ドルの夜景と言われています。今何が起きたかというと、これがね、逃げた。カバンから逃げて水にダイブ。喉乾いとったよ、喉乾いてた。あ、すいません、ありがとうございます。びっくりした。ちょっとしばらくちょっとこれ乾かさないと。壊れた。いや、もうちょっと今容器つけるの怖いですか。SD カードも抜いた方がいいね。まあ、それは多分濡れても使えると思うけど、取った分は大丈夫です。取った分全部消えた。全部消えてたらもう何しに来たんや。マイク死んだね。乾いたらいけるか、最近の精密機械は。最近の精密機械だからこそ大丈夫。結構だって iPhone とかもう防水やんか、雨に濡れても大丈夫やから。こんな穴開いてんのに。あ、そうっすか。うん、これはやばいっしょ。どうやったら落ちたんかなと思って。喉乾いてんのかな、このため。ガム飲みしました。またそんな水着はあかんって。ほんまや。水際対策ができてない。水際対策不足。水際対策不足。完全に。いやでも今日撮ったやつ全部ダメだって俺泣くな。今のカメラすごいです。これだからもう大高級コンビですよ。じゃあ大丈夫だ。防水効いてるよ。ガブガブ飲んでましたよ。もう明日あのトイレ行ったら治ってんちゃう。上手にやりますよ。一回家持って帰ってお風呂の乾燥機あるやつ。うん、お風呂乾燥。うん、あそこまでちょっと入れといて。入れといて。はいはいはい。ついでに中のやつも乾燥させて。それ二回ぐらいやったら。そうやな。行けてほしいな。行けてほしい。早く行きたいな。火鍋と小籠包と100元のカイザー。うん、とあとお弁当行きたいですね。次投げたいの。次何しようかな。さっき焼肉やったからね。焼肉かな。また焼き鳥もいいな。僕今回このカメラ買うのにユータに相談して、うん、あの前一緒にご飯食べたヨドバシカメラも一緒に行ってもらって買いました。ほんで手に取ってこうやってみた。ヨドバシカメラもうやってない。もう彼がいいって言って、そのセットをそのまま買った。わお。あ、そう。もう静かな。もうカップでは油ですから、かけられないように。あ、すごい。スマイチです。あれが明石大橋ですね。あそこピカピカ。あ、光ってますね。奥の方あの全然遠いけど。奥の山が淡路島です、はい、なるほど。あれ何駅ですか。あれスマイチです。あれスマイチですか、はい、あ、スマイチもう降りたらこんなすぐ。もう目の前海なんです。すげえ。だから毎年こういろんな人が集まってる。なるほどね。すまに来ました。はい、じゃあさっき散々説明してくださって。すま来ましたね。すま来ました。失礼しました。テレコにしてないか。テレコ大変やもう。前後が大変で。そうよ。めっちゃ綺麗ですね、ここ。綺麗なの。すっげー。実はね、実は綺麗です。
キープソーシャルディスタンスってありますね。あ、ですね。ここでも普通に綺麗ですね。綺麗、綺麗。なるほど。これ泳げるんですかね、泳げる、泳げる。ああ。全部がね、すごい綺麗だな。なるほどね。夏はね。どうも。どうもこんにちは、ジョーちゃんです。どうもこんにちは、こうちゃんです。まあ今日は2人初めての YouTube動画をいろいろと回りましたけども。楽しかったですね。楽しかったね。これまた不思議なのがね、この2人とも実は関西出身なんですよね。びっくりです。いやーいい思い出です。まあそういうねプロフィールを今回紹介させていただきました。ジョイちゃんとポーちゃん、はい、まあ知ってる人も知らない人もね、知らない人も多いのかな。普段はもうジョイさん東京、東京ベースでね、役者の方やらせてもらってるんですけど、一時もう香港も台湾もよく行かれてたんですが、ね、今も、まあ、今はねもうちょっと難しい、難しいですね。またちょっとコロナが落ち着いたらね、落ち着いたらどうなるのかな。出国自体が今できませんからね。できない、できない、うん。まあ、そんなこんなでね、今日はちょっと2人の、関係性というか、自己紹介的な映像を今撮らせていただきました、はい、これ僕の水没やつですか。そう、これ。おしゃれな街、スマです。さあ、じゃあ釜飯行ってみますか。釜飯行ってみましょう。はい、よー。今日もご視聴ありがとうございました。もし我々の動画を気に入ってくださったなら、いいねボタン。いいねボタン。そしてまたジョーさんのチャンネルや。おーちゃんのチャンネルを登録してください、そしたらめっちゃ嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。谢谢你。素敵な一日をお過ごしください。それではまた、またカットめっちゃ綺麗ですよ。めっちゃ綺麗。はい、皆さんこんにちは、こうです。ですね、僕のソニー RX100-7 のカメラが水没してしまったんですよ。ダラダラ。お久しぶりです。お久しぶり。待ちました。全然もうさっき僕の分注文してしまいました。ありがとうございます。なんで笑ってるんですか。久しぶりやから恥ずかしくて。そんな柄じゃないじゃないですか。うまいですよ。ごめんなさい、もうさっきなんかやってください。いや、全然全然。もう注文しました。しました。ごめんなさい。あ、ごめん。自分のわがままばっかりで。いやいやいや、もう助かります。ありがとうございます。久々ですね。はい。これいいか。相変わらず男前ですね。どの口がそんなもん言ってるんですか。それ本気で言ってますか。いわゆる人生揉まれると社交人とかいいことも言わなあかんなって。